ワルサー WA2000 は西ドイツ時代のワルサー社が開発したセミオートマチック式の狙撃銃である。ブルパップ方式を採用しており、2脚が重心の上のフレームにつながって重心をぶら下げる構造になっているため独特のシルエットを持っている。一般的に自動式の狙撃銃は精度が劣るとされるが WA2000 は ボルトアクション方式の狙撃銃並みの命中精度を持ち、H&K 社の PSG-1 と同様に、高性能な狙撃銃として知られている。前期型と後期型があり、後期型はフラッシュハイダーが付けられている。1972年9月5日に起きた、ミュンヘンオリンピックに参加していたイスラエル選手が、テロリストに襲撃された、ミュンヘンオリンピック事件にて、西ドイツ当局が、 犯人の狙撃に失敗。その結果、人質が全員死亡という事態を招いてしまった。このような事態の再発を防ぐために、当局は高精度なオートマチック式狙撃銃を求め、それに応える形で WA2000 は開発された。しかし、高精度な部品のみを使っているため、当時の価格で一兆約7000ドルと、あまりにも高価になってしまった上、 本体だけで 7kg の重さがあることから、結局正式採用には至らなかった。そのためか、高性能にもかかわらず注目されることが少なく、1985年から1989年までしか製造されなかった。製造数は一説によれば176兆と言われているが、正確なところは不明である。また、これ以降ワルサン社は、自社設計の群、 警察向けライフルを製造していない。現在では生産数の少なさや高精度な部品を使用している点などから生じた高価格差や珍重さもあって日本円に換算して一丁約800万円ほどのプレミア価格がついているほど高価かつレアである。SG2000 はアイアンウッドデザイン社が製造した WA2000 そっくりの外装キットである。この外装キットは スタームルガー社のルガー10-22専用キットである。ありがとうございます。